エルニスト・ギデオン・フォン・ラウドンは、オーストリアに仕えた、バルトドイツ人の貴族、軍人。元帥となり、また男爵位を得た。フランス革命戦争時代に活躍した、ヨーハン・ルートビヒアレクシス・フォン・ラウドンは老いである。ラウドンは、現在のラトビアに生まれた。ラウドン家はもともとは、スコットランドを発祥とし、15世紀にこの地方に入植してきた家であった。ラウドンの父はかつて、 スウェーデン軍に所属していたこともあったが、大北方戦争でバルト地方の支配者がロシア帝国に変わったことから、ラウドンはロシア軍に入った。ポーランド継承戦争やロト戦争に従軍したが、ロシア軍の中では将来の見込みがないと考えて、ロシアを離れた国で士官することにした。はじめラウドンが士官先として考えていたのは、 発展に著しいプロイセン王国であった。ところが、フリードリヒ大王と面会する機会を得たものの、ラウドンの要望が冴えないものであったことから、大王に断られてしまった。ロシアへ戻ることもできず、ラウドンはそのまま南下して、ウィーンへ赴き、オーストリア軍に主幹した。ラウドンが任官したのは、一般にトレンク・パンドゥールとして知られる、フランツ・フォンデア・トレンク率いる部隊で、 これは一種の非正規戦部隊であった。彼らはオーストリア継承戦争では、シュレージェニア米面で、大いに活躍したが、同時にこの部隊は容赦ない略奪と、残酷な振る舞いで味方からも嫌われていたので、ラウドンの姉妹にはこの部隊にいるのに嫌気がさして、移動を来い、その後、長い間軍政国境地帯のカルロビッツで過ごした。大理石共像をそれまで、 無名の存在であったラウドンを一躍有名にしたのは7年戦争であった。この戦争が始まるとラウドンはたちまち頭角を表して短い間に昇進を重ね、マリアテレジア軍事勲章を与えられた。ラウドンはドームシュタットルの戦いで、当時オルミュッツを包囲していたプロイセン軍への一大補給部隊を吸収して、プロイセン軍をシュレージェンに引き換えさせ、 ホッホキる日の戦いでは、首相のレオポルト・フォンダウンに対して、攻撃を主張して、自らは、プロイセン人地に対する仏業攻撃を観行し、オーストリア軍に勝利をもたらした。ラウドンは活動の鈍重なオーストリア軍にあって、攻撃を、もっぱらとして、大いに一般の人気を博した。ドイツやオーストリアの市民たちには、俗用で、ラウドンは来る、ラウドンは攻撃する。 と歌われたが、これはラウドンを称えるものであるとともに、新朝孤児のダウンに対する当てつけでもあった。こうして、7年戦争後期には一軍を指揮するまでになったラウドンは、一方ではダウンと、その指揮方針をめぐって、すこぶる対立していた。クーネルスドルフの戦いでは、ロシア軍とともに、プロイセン軍に勝利し、グラーツを攻めて占領し、ランデス風との戦いでも、 大勝利を得たが、リークニッツの戦いでは大王に敗れた。ラウドンにはもともと独断先行の傾向があり、シュバイトニッツ要塞を奇襲攻撃して、その攻略に成功した時には、報告もせず承認も受けずに独断で実行したことで、上司のダウンのみならず主君マリアテレジアの怒りを買ってしまい、マリアテレジアの夫フランツ一世がかばったおかげで、なんとか無事で済んだ。 マリア・テレジアは、ダウニア・フランツ・モーリッツ・フォン・ナしに比べて、ラウドンを、あまり評価していなかったのである。一方で、ヨーゼフ2世には高く評価されていた。7年戦争終結後、ラウドンは一度領地を購入して、軍を退いていたが、長く経たないうちに呼び戻された。大王が、ヨーゼフ二世を外交訪問した時には、ラウドンも、オーストリアを代表する軍人の一人として、 同席した。この時、大王がまだ将軍であったラウドンに、原水殿、あなたには、私の正面よりも、むしろ、私の隣に座っていただきたいと言ったという、エピソードが知られている。バイエルン継承戦争では、ラシと、ラウドンでそれぞれ一軍を率いた。オード戦争では、ラシに代わって、オーストリア軍の葬式を通り、ベオグラードを占領した。オーストリアの作曲家。 フランツ・ヨーゼフ・ハイドンが作曲した公共曲第69番はラウドンに検定されており、この公共曲はラウドン将軍の愛称で呼ばれている。また、ウィーンのペンツィングにラウドンが購入したラウドン宮殿が現存しており、彼の検証費がある。ありがとうございます。